皆さんこんばんは。Welcome Agophiles to Ag さあ今回もですね音声だけで英語力を身につけていきましょうでまずはですねちょっと前回の音声動画についてお話しさせてください、まあ、たくさんのね再生回数高評価コメントありがとうございます特にですねコメント数が111件ぐらいありまして今まで自分が出した動画の中でトップをね争う数だったんですよ なので皆さんの熱意がね、えー、とてても伝わってきましたで。皆さんの感想を読んだ結果ですね、えー、ほとんどの人が BGM なし、えー、普通のテンションそして例文や解説ありが良いということでしたので、まあ、今回はねそのようにやっていこうと思いますでせっかくねあのハイテンションが良かったですとか、えー、BGM ありいいですみたいなね、えー、コメントをくださった人もいたので まあ何らかのね機会があればまたやってみようと思いますのでよろしくお願いしますさて今回なんですけれども熟語の方をやってみようと思いました、まあ、単語ね当然ながら覚えたい人たくさんいると思うんですけど意外と熟語の方が難しいからこういう音声コンテンツの需要あるのかなって思って作ってみていますまあ厳密に言うとね熟語っていうよりかは句動詞になると思うんですけど やっっぱ熟語っていうワードがですねあの結構広く認知されているのでこっちの方が分かりやすいかなということで、まあ、こっちのワードを使わせてていいいただいています、まあ、ちなみに違いは何かというと、まあ、多分ね人によって定義は若干変わるんですけど、まあ、おそらく「熟語」っていうのが、まあ、決まった表現っていうね、まあ、大きなくくりで熟語の種類として動詞を中心とした「句動詞」というものがあります。まあ、例えば Get up とかでですすね起きるって意味ですであとは意味が推測しにくいイリオムがありますね、まあ、例えば「it's raining cats and dogs とかで直訳すると「猫や犬が降っている」なんですけど、まあ、大雨だって意味なんですよねで、まあ、あとはよくある言葉の組み合わせですかね、まあ、コロケーションっていうんですけど、まあ、これも含むんじゃないかなと思います熟語の中に、まあ、例えば「オン・フォ t で徒歩でって意味になりますよね はいなので熟語って言ったらまあ、この3種類があるのかなって思うんですけど今回は句、えー、動詞に焦点を当ててやっていこうと思いますでまあレベル設定に結構悩んだんですけどまあ、とりあえず英検準1級レベルにしてみることにしましたで流れはまあ、前回と同様ですね、えー、まずその句動詞を言ってでその後に一応あの訳語はつけていますただ特にあの句動詞に関しては訳語そのまま 覚える必要はないと思うんですよ、まあ、むしろふわっとしたイメージで覚えていた方が良かったりすると思うんですよ。っていうのも駆動詞っって結構いろんんな定義があったりするんでするでよ、まあ、ほとんどの場合は中心的な意味があるんですけど、まあ、そこからいろいろとこう発展して、まあ、定義が5個とか10個とかあったりするんですよね。でそれ一つ一つを丁寧に覚えるのって結構大変だと思うのでふわっとしたイメージから自分で推測できるようになるのが一番いいのかもしれません。 はい、といととうことで早速始めていきましょう。まずは「back」から始まる句動詞をいくつか紹介します one. Back down. 引き下がる。まあ、これはほぼ直訳ですよね何かこう上まで来たのに、えー、下にまたこう戻っちゃう下がっちゃうっていう感じですよねで例文なんですけどじゃあ例えば、えー、まあ年末までにね登録者数10万人いきますよってあのみんなに宣言しちゃったので I I can't back can't back down now down now と言えます、ね、I back down now. 私はもう引き下がることができませんね。宣言したので突き進むしかないですねっていうニュアンスですね。でこの引き下がるっていうのをもうちょっとね硬い言葉で言うと撤回するとかになったりもしますね。でも先ほど言いましたようにとにかくイメージで覚えた方がいいかなって思うので何かね上に上がってきたものがまた下がってしまうっていうイメージで覚えてください。 最後にもう一回英語で読み上げるので、まあ、その後にね皆さん心の中で意味を言ってみてくださいまああのー、実際のね訳語じゃなくてもイメージでも大丈夫ですでは backdown 引き下下ががるる backoff 後ろへ下がるでこれはですねさっきの「back down」とイメージがちょっと似ちゃうんですけれども、まあ、どちらかというとこう物理的に後ろへ下がる っていう風に使われる方が多いんじゃないかなって思います。で直訳してみると、off っていうのはオンの反対なので離れていくイメージがありますよね。だから一旦近づこうとしたんだけど一歩下がるみたいなイメージになります。じゃあ例えば犯罪者がいたとしてで警察が囲んでこう逮捕するために近づこうとしたら急にこう銃をね出して back off back off で、命令形で叫んだ場合は、離れろね、戻れっていう意味になるんですよ。結構なんかね、映画のワンシーンでこういうのを見たことあるなっていう記憶はありますね。back off! で、それに従って、まあ、警察が実際後ろへ下がった場合は、the police backed off と言えますね。はい、ということで、意味をもう一回言ってみてください。back off! 後ろへ下がる。3、back up! 支えるバックアップの場合のバックっていうのは後ろからって覚えた方がいいかもしれませんねでアップは、まあ、上に押し上げるって感じなので、まあ、後ろからこう支えてあげてるっていう感じなんですよでよく見る例としては例えば back up your claim with evidence 自分の主張は証拠で支えてくださいつまり証拠で裏付けてくださいっていう意味になりますねこれはよくある表現ですね back up your claim. back up your opinion, back up your statement とかですね。では、意味をもう一度お願いします。back up 支える。はい、ということで、これで back から始まる句動詞を3つ紹介しました、えー。ここから動詞を変えていきます。次は break ですね。壊すっていうのが中心的なイメージになります。では、行きましょう。for break away from 脱却する。 まあこれは割と簡単にイメージできると思うんですけど例えば手錠かなんかがかかっていたとしてそれをまずブレイクするんですね壊すそしてアウェイするね離れていくで from まあ誰々からどこどこからというイメージですね、まあ、このように物理的にどこかからあるいは誰かから逃げるっていう意味でも使えますし比喩的に使うこともできるんですね例えばですけど何か新しいアイディアが欲しいあるいは 誰も思いついたことがないような発想をしたいって思った時って今までの考え方を捨てないとダメですよねそこからだから離れていく必要があるわけじゃないですかだからこういう場合でも Break away from を使えるんですね例えば You need to break away from conventional thinkingYou need to break away from conventional thinkingConventional thinking っていうのは従来の考え方ですねそこから 脱却するる必要があるっていう意味になりますはいなのでこのように比喩的に使えるとで大体テストで出るやつってこの比喩的な使い方が多いと思うんですよねまあ球が上がれば上がるほど多分そうですただこれもね中心的なイメージさえ覚えておけばあこれはもしかしたらこういう意味にもなるのかなっていうことに自分でね気づくことができると思いますはいじゃあ最後にもう一度「Break away from」「何々から脱却する」 はい、別にね脱却っていう単語出なくてもいいですからねとにかくなんか離れていくっていうイメージさえあれば OK ですでは次 5Breakdown 壊れる、まあ、これもね結構いろいろ訳語があると思うんですけど壊れるっていうイメージさえあれば大丈夫かなと思いますまあ Break だけでも壊れるって意味なんですけどダウンで何かこうバラバラになって崩れ落ちるっていうイメージがありますよね なので、例えば、My car, broke down today. My car broke down today. 車が壊れちゃった。つまり、まあ故障しちゃった。ですよねで。ちなみにせっかくなんで、えー、あともう一つね、よく使われるフレーズを紹介すると、Break down into tears というのがあるんですよ。例えば、I broke down into tears. I broke down into tears. これ意味わかりますか ?I broke down だから私が壊れたんですよ。で、into tears 涙の中にみたいな感じ。はい。これで泣き崩れるって意味になるんですね。まあ一応ね、イメージは共通してるのかなって思います。まあ自分がこう壊れちゃって、そしてもうね、コントロールすることができないぐらい泣いてるって感じですよね。はい。なので、やっぱり中心的なイメージが大事になるかなと思います。じゃあ最後にもう一回。break down 壊6 in 入ク込むはいこれもねいろいろ意味があるんですけれどもまあ中心になるのは入り込むかなって思いますで直訳するとブレイクしてから中に入ってくるぐらいですから、まあ、無理やりり入っっててくるっていうイメージがありますよねだから例えば誰かの会話の中に割り込んでくるっていう意味でも使えるんですよ だから例えば A さんと B さんが楽しそうに会話をしてるのに、まあ、緊急でね何かを伝えないといけないので「Sorry for breaking in」「Sorry for breaking in」せっかくの会話ぶっ壊してごめんねみたいな感じなんですけどまあ割り込むって意味ですよね。でもう一つね分かりやすいのが例えば泥棒が家に押し入る時「break in」って言いますよね。ま,あ、まさにね窓とかを壊してそして中に入ってくるわけですから。はいまあ、このの二つに共通してるのは入り込む ですね、じゃあ最後にもう一回皆さんも一緒に Break in 入り込む、7. Break loose 抜け出すまあルースで緩いっていう意味なので、まあ、例えば何か腕をつかまれてこう「離して!」ってこう叫んで振りほどくイメージですよね。はい、なのでまあ抜け出すっていうのは結構ね、えー、覚えやすいと思うのでもう一つねよく使われるフレーズを紹介させてください。 All hell broke loose っていうのがあります。All hell broke loose これ直訳すると全ての地獄が抜け出したって感じになりますよね。で意味は大混乱が生じるっていうのに近いです。でまあ結局抜け出すのイメージがあるんですよね。今までこうなんとか抑え込んでた地獄が一気に抜け出しちゃった。逃げ出しちゃったって感じですよね。まあ、例えばですけど学校の教室で まあ先生がいるときはみんなねいい子にしてるんだけど先生がこう出ていった瞬間みんなこう我慢してたものを解放してで大騒ぎし始めたら「All hell broke loose」と言えますただ本当に大騒ぎじゃないと使えないですね例えば机をひっくり返して椅子を投げてで喧嘩を始めたりね、えー、してる場合は「All hell broke loose」と言えます、はい、じゃあ共通しているイメージは「抜け出す」でしたね じゃあ皆さんも一緒にお願いします。Break loose。抜け出す。8 e a k off。ちぎる。はい。まあブレイクって壊す以外にも割るとかポキって折るっていう意味がありますよね。まあ例えば骨を折るってブレイクア o n e ですよね。でオフも入ると離れ、まあ、たところに持っていくイメージですね。だから例えばポッキー食べてる時にブレイクオフできますよね。ポキってちょっと。 追ってそして、えー、友達とシェアハピネスできます。まあポッキーぐらい一本丸ごとあげようよって思いますけどね。まあそれを置いといて。えー、例文です。I broke off a piece of bread to feed the birds. I broke off a piece birds broke bread off of to feed the a 鳥に餌をやるためにパンをちぎった。ですねはいじゃあ最後に和訳をお願いします。break off ちぎる。Nine Break out 急に発生する、まあ、これもね結構イメージしやすいかなって思います例えば箱の中に閉じ込めたかったものがあったのにそれが箱を壊して外に出てきちゃったって感じですよねで一番よく使うのはですね、まあ、戦争とかですねあとよく使うのは病気とかウイルスなんですね だから the virus broke out.the virus broke out って言いますで。ポイントはですね、ただ単に発生したじゃなくて、もう大発生とかね、まあ、流行とか、えー、そういうニュアンスも含まれています。でちなみにこれを名詞にするとですね、逆の順番にするんですよ。だから break out が outbreak になって、さらに一語になりますね。で、the outbreak of the war とか、the outbreak of the virus 言えます。はい。でも今回は break out の副動詞の方ですね。じゃあ意味は何でしょう。break out 急に発生する。ten breakthrough 突破する。これはまあ文字通り何かを突き破ってそのまま進んでいくイメージですよね。でもちろん物理的な壁を突き破るっていうのもありだし、まあ、もうちょっとね皮肉的な壁を突き破る。 っていう時も使えますだから比喩的に使った時は成功するっていう意味にもなったりするんですよね。でテストで出るとしたら多分こっちの方だと思います成功するっていう意味の方例えばこうプロテニス選手になるためには、まあ、いろんな困難や障壁があると思うんですよそしてそれらをなんとか突き破ることができれば目標を達成することができてイコール成功したって言えるんですよねじゃあ例えば「After five years of hard work I finally Through. After five years of hard work, I finally broke through.5 年間一生懸命頑張った結果、やっと成功したと。まあ、でも実は日本語でもブレイクするっていう表現使いますよね。これ実はブレイク g h に近いんですよ。音も近いですよね。ブレイクするって。じゃあ最後に意味をお願いします。Break through 突破する。 はい、今のところねブレイクがものすごい続いてますがこれでラストです、11. break up、れる。まあこれはカップルが破局するとかっていう意味でよく使われますねでちなみにこの「UP」っていう単語はですね「上」っていう意味以外にも「完全に」っていう意味もあるんですよまああまり脱線しない方がいいと思うんですけど例えば「えー、clean up」ってありますよね clean でもいいのに片付けるって言いたい時に clean だけでもいいのに clean up でもう完全に片付けるって意味になるんですよはいだから break up でも完全に壊れるバラバラになるっていう直訳になりますねじゃあ簡単な例文を聞いてください they broke up two broke years ago they broke up two years ago. 2年前に別れた まあ実際ねその発局した人をイメージしたらより覚えやすくなるかもしれませんでは意味をお願いします Break up. 分かれるはいじゃあ次はですね動詞を変えます bring になりますね持ってくるっていうイメージです Twelve b r i n g about もたらす、まあ、これはね結構使われる熟語なので、まあ、そんなに問題がないかもしれませんけど ま直訳するとどうなんですかね ?bring で持ってくるで about で、まあ、周辺とか、えー、身の回りっていう感じですよねただまあこれ直訳してもあんまりねこうピンとこないかもしれないんで、まあ、そういう時はね特に心配しなくていいですとにかく例文をねたくさん見て聞いてそして覚えていきましょうじゃあ早速 the new plan will bring about positive changethe new plan will bring about positive change 意味はこの新しい計画は 良い変化をもたらすようですではもう一度意味を確認しましょう。bring about。もたらす。13. bring down。下げる。はいまあシンプルにこれでいいと思います。まあ bring down で下に持ってくるわけですから、まあ、下げるとか落とすとか倒すとかになりますね。でそこから発展して失脚させるとかっていう意味にもなるんですよ。 ま、あ高い位置にいた人を、こう、引きずり下ろすっていう感じですかね。はい。では例文です。It's believed that a missile brought down the plane.It's believed that a missile brought down the plane. Down the plane. どうやらミサイルがその飛行機を落としたみたいだ。ということで、bring down 下げる。あるいは落とす。で OK です。Fourteen Bring off 成し遂げる。 まあこののし遂げるるってて意味で使われいは、まあ、正直あんまり聞いたことないんですよ、ね、ただまあ自分の場合はね確かにオーストラリアに20年間暮らしてたかもしれませんが、まあ、結局は限られたところにしか暮らしてないし限られた人間にしか囲まれていないので、まあ、自分が知らないところでねもしかしたら結構使われるのかもしれませんねなので皆さんと一緒に学んでおこうと思います、まあ、ちなみにもうちょっとね直訳に近い運び去るって意味ならば これは結構使いますよね。例えば、they brought the injured player off the field.they brought the injured player off the field. まあ、怪我をした選手をフィールドから運び去ったって感じですね。まあ、単価とかを使って。でも、テストで出るとしたら、やっぱり成し遂げるの方かなと思います。で、なんでね、成し遂げるって意味になるのかなって考えたんですが、まあ bring off の off っていうのは、離れたところに持っていくっていう感じだから、 まあ、勝利を奪い取るとか勝利をかっさらうって言ったりしますよねだからそのイメージに近いのかなって、えー、勝手に思っていますであと似たような表現で実は「pull off」っていうのがあるんですよ「pull off」でこっちの方はね結構馴染みがありますで意味もほぼ一緒なんですよね「まあ、成し遂げる」とかはいなのでまあ実はねこのように他の表現、まあ、今回は「pull off」ですけど他の表現を知ってれば知っているほど関連づけるものが増えるので まあ、ものをね、覚えれば覚えるほど楽になってくるっていうことだと思います。なので、コツコツとね、頑張っていきましょう。で、じゃあ、この成し遂げるっていう意味の例文なんですけど、これがね、結構多かったです。It's very difficult to bring off.It's very difficult to bring off. つまり、まあ、それを成し遂げるのは難しいよって意味ですね。はい、じゃあ最後に意味を言ってください。bring off. 成し遂げる。Fifteen Bring on 引き起こすこの表現に関してはですね bring it on ならばすごく効くんですよ bring it on ですね bring it on でこれ直訳すると、まあ、こっちに持ってこいよみたいな意味なので挑戦とか勝負をする時にかかってきなとか上等だぜみたいなそういう意味なんですよね bring it on っていうのはただ結構口語的なのでテストでは多分出ないです テストに出るのののはここ引き起こすす方ですねで。特にですね病気とか良くないものを引き起こす時に、えー、bring on って使ったりしますまあ on っていうのは接触って意味なので自分の方にこうピタッとこうくっつくまで引き寄せてる感じなんですかね例えば彼の心臓発作はストレスが引き起こした。 はい。じゃあ意味をお願いします。bring on 引き起こす。16 bring out 引き出す。これは結構そのままですよね。まあ、bring で持ってくる。で、out は外になので引き出すって感じね。まあ、才能などをね、引き出すときによく使います。例えば、good teachers bring out the best in their students.good teachers bring out the best いい、e、先生は生徒の良さを引き出すでは意味を確認しましょう bring out 引き出す seventeen bring up 持ち出すはいまあ bring up はね育てるの意味で覚えてる人が結構いると思うんですけど、まあ、もちろんねその意味もありますただ持ち出すと 育ててるるって、まあ、一見すると結構異なるるるよように見えますすすけど直訳するとやっぱ共通点はあるんですよね結局 Bring up って下から上に持ってくるわけなので、まあ、小さな赤ちゃんだった人間をこう大きな大人になるまで引き上げるイメージがあるから、まあ、育てるって意味にもなるしまあ下にこう置いてあって誰も気づかなかったことを上に持ってきて、まあ、みんなが見えるところに置いたら まあ、持ち出すになりますよね。まあ、特に、えっと、会議とかである話題を持ち出すっていう時に、えー、使います。まあ、例えばこう上司が部下に何かこう問題点を指摘されたら、Alright, I'll bring it up in the next meeting. I'll bring it up in the next meeting next the up 次回の会議で持ち出すよと、ね。次回の会議で話し合おうね。はい、っていう感じでございますね。では、bring up。持ち出す。 はいでここで、えー、bring は終わりですで最後の動詞は call ですねでは早速 18call for 要求する、まあ、直訳すると何々を呼ぶですよね call for っていうのはなのでその意味ももちろんあります例えば call for an ambulancecall for an ambulance 救急車を呼んででもよくよく考えるとなぜ

まあそうですね、このように call for a ban って結構使う表現かもしれませんはいじゃあもう一回確認しましょう call for 要求する 19call off 中止するはい、まあ、これ結構知ってる人多いかもしれませんね、まあ、直訳すると off、えー、なのでこれねおそらくもともとはこう call で、まあ、声を出すって感じねで off は やめろみたいなそういう意味なんですよだから、まあ、やめろっていう命令だったと思うんですよね例えばこう軍隊の大将が攻撃するのやめろってこう叫んでる感じですよねじゃあ簡単な例文をねちょっと聞いてみてください The concert was called offThe concert was called off はいコンサートが中止されたんですねでこれはですね私の実話なんですけど確か2年前とか3年前に 玉城浩二さんのコンサートに行く予定だったんですよただやっぱコロナの感染者数が増加してたのでまあ中止されちゃったんですよねちなみになんでねそのコンサートに行きたかったかというと玉置浩二さんってあの歌唱力でいうと日本一なんじゃないかなって思っててでやっぱその日本一のものとか自分がすごいと思ってるものに触れると何らかのこうインスピレーションもらえるのかなと思って行きたかったんですけどまあ残念ながら「コールオフされたと。 ま,いつかね、またチャンスがあったら見に行きたいなって思ってます。ということで、call off。中止する。さあ、いよいよラストになります。20. Call on。尋ねる。はい、この尋ねるは訪問するの方ですね。誰かに会いに行くっていうやつです。で、これもまあ直訳すると、call でまあ声をかける。で、on でまあ接触なので、 まあもしかしたらこう誰かにものすごくこう接触するぐらい近づいて声をかけるので「会いに行く」って意味になってるのかもしれませんね。でイコール「訪問すると」まあでもねこのようになんか無理やりねそのイメージから意味をねあの出そうとしなくても大丈夫だと思います。たまにどう頑張ってもね納得いかない時があると思うので、まあ、そういう時はあのとりあえずね例文とかで覚えていきましょう。 やっぱ言葉ってね結構気まぐれに意味が変わったりしますので納得いかない部分はねあの時にはありますはいということで例えば I called on my grandfather I called grandfather. on my grandfather.、まあ、祖父を訪ねたっていう感じですねただまあ call on って結構フォーマルな感じをしますので会話ではあんまり使いませんが、まあ、テストでは結構出やすいかなって思いますでは意味を確認しましょう call on 尋ねるはいじゃあ今回ね20個句動詞を紹介したんですけど最後に、えー、もう一度ねあの1回ずつ読んでいきますので、まあ、皆さん心の中で、えー、訳語あるいはイメージをこうあの思い浮かべてくださいその後に私が言いますじゃあ行きましょうバックダウン引き下がるバックオフ後ろへ下がるバック k up 支える break away from 脱却する。break down 壊れる。break in 入り込む。break loose 抜け出す。break off ちぎる。break out 急に発生する。break through 突破する。break up 分かれる bring about もたらす bring down 下げる bring off 成し遂げる bring on 引き起こす bring out 引き出す bring up 持ち出す call for 要求する。call off 中止する。call on 訪れる。はい、ということでおそらく、あ、これ結構覚えられたなっていうのもあれば、あれ、こんなの言ってたっけなっていうものもね、あったと思いますので、まあ、それはね、全然普通です。もう本当にもう何回も何十回もね、えー、聞かないと、まあ、単語とかね、こういう熟語っていうのは定着しないと思うので、あのぜひぜひ、 何何回も何回もも聞いいいててみてくださいはい、で最後にですねこのシリーズって、まあ、音声だけだから動画撮影よりは比較的簡単にできるのかなって思ったんですけどそんなことなかったですね <laughs> あのまずだからフレーズを選んででベストな和訳を考えてでベストな解説もちょっとね考えてで例文も作ってってなると結構ね意外と時間がかかるので、まあ、それほどね ちょっと頻繁にはアップできないかもしれませんが、まあ、必ずあの続けてはいきますのであのぜひぜひねまた次回を楽しみにしていてください、まあ、やっぱりねせっかく何回もねこう聞いてもらって定着してもらうならば、まあ、いいものを作りたいので、まあ、無駄がなく、えー、効果のあるものにね、えー、していきたいと思いますのでよろしくお願いしますはいということで、まあ、今回ね、まあ、初めて熟語編をやったんですけれども まあなんかまた感想とかね、ありましたら、ぜひコメント欄で知らせてください。はい、それでは今日もありがとうございました。Thanks for listening and I'll see you in the next lesson.